まれまれチャンネル。テントバーガー、テントバー、うん？あれなんだろう。おや、カブト人たちが何か見つけたみたいですよ。ん？すみっこ暮らし？絵本か。読んでみようぜ。そうね。吸い込まれる。嘘でしょ。ここはどこだ？誰かのお家みたいだけど。ねえ、誰かいるみたいよ。あ、本当だ。ここがどこだか聞いてみよっか。ねえねえ、すみっこたちは突然のお客さんにどうしていいかわかりませんでした。え？誰の声？君たち、ここがどこだか教えてくれない？すみっこたちは僕たちに聞いてるのかなと思っていました。いや、お前たちに言ってるに決まってんだろう。僕たちに話しているみたいだよと、すみっこたちは納得しました。もういい加減自分で喋りなさいよ。ところで、なんでそんな隅っこで固まってるの？隅っこたちはここが一番落ち着くのです。隅っこたち？おい、確かあの絵本に隅っこ暮らしって書いてあったよな。わ、もしかして僕たちあの絵本の中に入っちゃったってこと？そんな、どうやったら出られるの？あなたたち知ってる？本当はすみっこたちは知っていました。なんで嘘つくのよ。僕たちの友達を探してくれたら教えてもいいよ。急に喋った。で、その探してほしい友達ってのは誰なんだ？とんかつを探してほしいんだ。実はさっきすみっこの取り合いで喧嘩しちゃって。仲直りしたいんだね。探しに行きたいのは山々なんだけど、ここの隅っこを離れるのは寒いし不安だから。仲直りしたいなら少しぐらい頑張りなさいよ。でもここから出るためにも探すしかなさそうだな。よろしくお願いしますと、隅っこたちは思いました。思うだけじゃなくて言わないと伝わらないわよ。とんかつってどういうところにいるもんなのかな。そりゃあやっぱお皿の上じゃない。え、もしかして食べられちゃってるかも。お、おい、あそこの隅っこにいるのとんかつじゃないのか。ねえ、あなたとんかつ？違うよ、僕ペンギン。緑のペンギンなんて珍しいわね。とんかつがどこに行ったか知らない？あっちの隅っこにでもいるんじゃないかな。よし、行ってみよう。隅っこ暮らしの絵本の中だけあって、みんな隅っこにいるのね。あそこになんかいるよ。おい、お前らとんかつか？ううん、僕たちはタピオカ。とんかつどこにいるか知らない？きっとあっちの方の隅にいるんじゃないかな。行ってみよう。お腹も空いてきたし、とんかつだったら匂いで見つかりそうなんだけどな。この匂い！とんかつ？とんかつなの？あっちだ！いたぞ！あれは確実にとんかつだろう。あなた、とんかつ？僕はエビフライの尻尾だよ。揚げ物ってとこはあってたのに。とんかつどこにいるか知らない？とんかつならいた！いただきます！いや、食べちゃダメだろう。君たち誰？私たちは白熊さんたちに頼まれてあなたを探しに来たのよ。みんなが僕を？仲直りしたいんだって。そんなはずないよ。僕なんかとんかつって言っても
端っこでほとんど脂身だし、戻っても誰も喜ばないよ。じゃあ僕たちがこっちに来るね。ごめんね、ずっと謝りたかったんだ。すみっこじゃないと落ち着かないけど、とんかつがいないと余計に落ち着かなくて。みんな、みんなのそばが一番落ち着くのです。とんかつだけに熱い友情で結ばれてるんだね。とんかつは冷めてるけどね。それより約束通り帰り方を教えてくれ。それならこの本から帰れるよ。ありがとう。隅っこに行きたくなった時には僕たちを思い出してね。もう会えないと思ったら寂しくなるね。みんな、また。戻ってきたんだね。なんかまだ隅っこの方にあいつらがいるような気がしちまうな。これ以来、虫人たちは隅っこで彼らを待ち続けたんだとか。いや、そんなわけないだろ。このチャンネルが面白いと思った方は登録といいねボタンよろしくな。しなくていいぞ。してくださいやろ。他にも楽しい動画がたくさんあるんで見てみてな。ほら、あんたもなんかいいや。ま、これからも応援してくれ。あばよ。バイバイ。Thank you.